ちょっと何何何、え、マジで教えて、何何が起きたの何これ、今までで一番荒れてんじゃねえか、何が起きた、何が起きた、画質は上がらなく、サーバーも重いままで、生放送にオープニングがついて、どうにもならなかったの。なんだよ、その冗談は。その冗談は何ができた？え、マジでさ、どうなったの？画質重さは次回にやります。おい、ふざけんなよ！なんだよ、それ！加藤純一商法すんじゃねえや！次回、劇場版、ニコニコ動画、ザ・クレッシェンド。オープニング、エンディング、休憩用 CM、ミニゲーム、クイズ、放送画面で Q パズル。オープニングができて、エンディングができて、ニコニコ、ニコニコ Q、そう、エヴァンゲリオンみたいな感じ？ニコ割りゲーム、休憩する、引用する、マルチカメラ、新市場、新クルーズ。ってこと？オープニング、エンディング、お絵描き機能、新暗記機能、視聴者も参加できるニコ割りゲーム、休憩機能、引用機能、マルチ力。これが今回の目玉だろうな。マルチ力、みんな。マルチ力を鍛えていこう。なんだこれ。緑がニコニコあと何で終わるか思い、ニコニコあと何で終わると思いますかって質問したんだ。へぇー。重さと画質は現在頑張っちゃう。だからさ、もうおめえじゃ直せねえんだから俺よこせってニコ道。なあ、加藤道にしよう、加藤道。おい、加藤道にしてくれ、加藤道に。そしたら直してやっから俺が。俺の視聴者が適当にビャビャビャっつって。二週間くらい直してやっから、加藤堂にしてくれよ、加藤堂に。加藤堂が。直せるから、絶対。川上カバオは冗談が通用しねえからダメなんだよ。俺が超会議でちょっと言っただけで、なんか、変な苦虫噛みつぶしたような顔してたんだよ。あ、川上会長、僕に死んでくれ、一つくださいって別に欲しくもねえのに言ってやったのに。ああ、変な気違いがなんかこっち見てる、つって。だってあれだもん、俺、なんだっけ、ジブリのさ、あいつに怒られた時見える顔してたもん、俺に向かって。あの顔してたんだよ、俺に向かって。大して欲しくもね、まあ俺に、やらせてください、つって。宮崎駿に怒られた時の顔してたもん、俺。俺見てたもん。それがもともとブスなのかわかんないけど。トイレ行ってる間に動画流れる機能も追加されてオフにできないけど。はぁ。やばいね。ユーザー生放送に関しては、184いらないと思ってる。バカなんじゃねえの。あ、そうなんだ。もう俺の案採用してくれ。マジでいい案がある。川上会長が、なんか、ニコニコ、株式総会みたいな感じで、もうユーザー生でいいんだよ。ユーザー生放送やって、すいません、僕、こういうことやりたいんですけど、できる人いますかつって、それで集めてやれよくね。そこにさ、なんかユーザーで数字持ってるやつ集めてさ、あ、じゃあ、うちの人やれます、やらせますって、できねえんだから。ドアンゴバカバカで。頭いいやつみんな流出してんだから。現場は相当頑張ってるらしいです。現場頑張っててもできてなかったら意味ねえだろうが。家庭を評価してほしかったら学生やっててくれ。なんもできてねえじゃねえか、結局。追い出しは僕賛成ですってカバン食いつつ、何言うんだ、知らねえバカ。開発は遅れるものですって開き直した。それ言えばいいじゃん、素直に。
ビリビリ動画に引き抜かれたんだって言ったの。やりたいんですけど、ビリビリ動画に引き抜かれちゃって、って言ってたの。嘘でしょ。ずーっと頑張っているんですが、ってさ、お前、俺ドワンゴの SE 友達いるけど、お前、俺さ、言わなかったけどさ、6月の時点でさ、ねえねえ、クレッシェンドってどうなるのってさ、うん、わかんないって言ってたぞ、おい。おめえらがさ、発表した1ヶ月後に俺、ドワンゴ内の SE に聞いたけど、ニコニコクレッシェンドってどうなるのってさ、わかんないんだよね、俺もって言ってたぞ、おい。そっからさ、俺はさ、なんかその身内の情報だから聞かねえ方がいいかなと思ってさ、聞かなかったけど。頑張ってねえだろ、お前。わかんないって言ってたら知ってたもん。俺の耳聞いたぞ。わかんないんだよね、つって。よかった、YouTube やってて。よかった。よかった。とてもよかった 2%。まあまあよかった 3%。あまりよくなかった 6%。よくなかった 87%。お前よ、俺の放送でもなかなかこういうの出ねえぞ。うちの放送厳しいから、低い時は低い、高い時は高いって、言うのが本文だけど、とても良かった 2%、まあまあ良かった 3%、あまり良くなかった。まあでもこういう、なんか、冗談なのかもしれないな。ショートコント、新サービス、発表会、みたいな。重大発表。ニコニコスタンプがバッチに変わった。ニコニコスタンプって何ですか？俺まだ知らないんですけど。新機能。動画や生放送を簡単にまとめ、ブログにできる。いらねえよ。それもう15年ぐらい前にライブドアとかやってただろうが、ブログの中に動画ありますみたいな。な、俺に考えさせろよ、な、頭割りバカしかいねえんだから。てか、トップがバカなんだから変われよ、ほんとに。あいつ、宮崎パヤオに頭も上がんねえ、デブじゃねえかよ。お、あれなんじゃねえ。なんか、結婚してさ、頭の中がさ、幸せ太りで脂肪でブクブクになってさ、脳みそ腐っちまったんじゃねえ。